本日はご来場いただきありがとうございました。会場内は後方から前方への一方通行です。後ろへ戻る一方通行となっております。大鉄道向かっての一方通行となっております。どなた様も足元お気をつけて順次前にお願いします。おやめください。それでは最後までたっぷりとお楽しみください。
以上をもちまして雪の HTB 広場大雪像奈良薬師寺大講堂プロジェクションマッピングの上映を終了いたします。ステージ向かって右側の北通路は10丁目方向へ向かう一方通行です。また手拍子だけでも少しは体が温まるかと思いますので、今日は私たちと一緒に盛り上がっていきましょう。ふうこめきりんです。雪まつりには何度か出演させていただいているのですが、一度大胆に多分このステージだったと思うんですけど転んだことがありまして、今日は素敵なパフォーマンスをするとともに安全第一でみんなで盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。早速次のナンバーに行ってみたいと。トイレは3丁目、5丁目、7丁目、9丁目、11丁目の南側に設置されております。会場内は市民ボランティアが巡回して会場案内や写真撮影のお手伝いを行っております。どうぞお気軽に声をおかけください。大通公園周辺は駐停車禁止区域となっております。大通沿いにはお車を止めないようご協力を。
ございます。ですよ。じゃあ今度はリボンちゃんにいろんなジェスチャーをしていただきましょう。では何をしているのか、リボンちゃんのトートバッグに入ったリボンちゃんオリジナルグッズをプレゼントさせていただきます。レジャーシートや紙皿などが入ったセットです。ではいきますよ。準備はいいかな、リボンちゃん。じゃあ第1問、ジェスチャースタート。何か手渡されましたよ。わかるかな。おお、わかるかな。ちょっとね、お頑張ってるよ。あ、じゃあ青の帽子をかぶった女の子、一番目の前の、何をしてるところかわかるかな。正解です。雪かきをしているところでした。これはわかったかな。これが雪かきのスポットなんですね。リボンちゃんも雪かきするんだね。えらいね。さあこれからもどんどんところでしょうか、リボンちゃんは。お、何か持ちましたよ。注目はリボンちゃんが飲んでいるものです。わかるかな。あ、じゃあ緑色のスキンウェアの男の子、正解です。ありがとうございます。リボンナポリンを飲んでいるところでした。ちょっと緊張くなってきましたけど、皆さんしばらくステージ楽しんでいてください。正解です。リボンナプリン美味しかったね。リボンナプリンを飲んでいるところでした。以上でクイズは終了となります。リボンちゃん、いっぱいお友達が手を挙げてくれました。リボンちゃん、今までありがとう。これからもよろしくね。はい、じゃあリボンちゃんは、リボンちゃんの出番はここで終了です。ありがとう。さてリボンちゃんはちょっとお時間があってね、はい、退場しましたけれども、ここ皆さんこんにちは。私たちはリボンガールズ2018です。それではリボンガールズの自己紹介をしたいと思います。はい、リボンナポリンなんで元気いっぱい、食べるの大好き、食いしん坊といえばおっちゃん。リボンガールズ2018リーダー、そったんことこはるです。そったん、はい、いつもポッカポ
はーい、大好きなストダンス、パワー全開。2018年もリボンバーでみんなに元気を届けるよ。みーちゃんこと美咲です。真っ赤なリボンでハッピーに、みんなね、みんなを笑顔にさせちゃうよ。ワンちゃん大好き、のんちゃんこと、あのんです。はい、歌うの大好き、笑うの大好き、喋るの大好き。でも一番大好きなのはリボンジャンプリン。リボンガールズスクリーダー、ルカリンことルカです。